はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の荻原です。はい、同じくレック専任講師の荒川です。ただいまからですね、2018年司法書士本試験記述問題ですね、再現答案の検証をしていきたいというふうに思います。荒川先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。模範解答が出てまして、で、これは不動産登記36問の第1欄の1件目なんですけどね。で、これが正解だと思うんです、我々が出したものとして。で、ただ皆さんから再現答案がもう何通も上がってきてるんですけれども、実にいろんなところでですね、間違いというかですね、書き方、いろんな書き方をしていただいているので、でそれを今回は私と荒川先生とでですね、こういう書き方って点数もらえそうなのか、致命傷になるのかならないのかといったようなところをですね、検証していきたいというふうに思います。ただこれ我々2人とも実務やってるので、その感覚で実際に登記申請した時に通るかなっていう感覚が多分あると思うんですよね。で、それも踏まえて皆さんにはどういうふうに解いていただきたかったか、どう書いていただきたかったかっていうのを見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速なんですけれども、これ一見、そうですね、第1欄が、相続による所有権移転と数字相続で、2件目が、高山明子さんでいいんですかね、持ち分全部移転ということになってたかと思うんですね。で、画面切り替えて、赤で書いてあるところが、これが再現答案で模範解答からずれてるところなんですね。で、青がないのかな、水色で書いてあるところが、これ後でやりますけどね、水色で書いてあるところが、その模範解答には書かれてるんだけれども、再現答案で書かれてなかったものです。で、これどなたかお一人の再現答案をですね、出すわけにはちょっといきませんでしたので、その数十つ集めた再現答案の中でミスの多かったものをですね、ちょっと拾って私の方で再現させていただいてます。荒川先生、これ今回まずその1件目の相続登記なんですけれども、持ち分間違えて全部4分の1にしている人っていうのが一定数いらっしゃったんですよ。なるほど。はい、これどうですかね。私がよく皆さんに言っているのは、やっぱりこの相続の論点が出た時って、やっぱり相続人が誰かっていう話と、相続分がどのぐらいかっていうのは、これはきっちり判断しないと後々、ずっとそのミスがつながりますよっていう話をしているので、その観点からするとここは確実に取っていってほしいところですし、あとやっぱり今回判断で何が難しかったのかなっていうのは、この第二順位に戻る、相続が二次相続で発生しているんですけども、やっぱりそのパターンってあんまり見ていないのかなと、皆さんの中でこう数字相続で下に流れていくパターンっていうのはよく見ているので、代収相続とかそっちは気がつくんでしょうけれども、こう上に戻る、相続に戻るパターンってやってないので。なるほど。はい、じゃあそうするとですね、後でちょっとご覧いただこうかなと思ったんですけど、荒川先生、このパターンの人が、そこそこいるんですよ。はい、これ青で書いてるところが書いてないってことで、そうすると2件目これ申請なし、1件だけで数字相続なんだけど1件でやっちゃってる人がいるんですね。我々からすると、数字相続で仲介者単独じゃないので、当然2件でやんなきゃいけないと思うんですけれども、なぜか1件でやっちゃってる。でそうするとこの明子さんの分ですかね、これが春子さんでいいのかな、に相続されるっていうところまでは分かってて、でその配偶者の春子さんが6分の4で、小山一郎さんと塚川和子さんが6分の1ずつっていう、最終的な持ち分としては合ってるんですけど、この一件でやっちゃってるのってまずいですかね。自分が採点官だったとすると、ここはしっかり2件に分けておかないと、なかなか点数をつけてあげるのは、実際これ登記申請出したら間違いなくダメですもんね。却下されますよね。なのでちょっとこの収録する前に荻原先生とお話しさせていただいたんですけども、この第一欄しっかりまず2件に分けていられるかどうかっていうのが、この問題を見る中で、件数判断する上で一番難しい、枠がずれるという話だと、ずれやすいのはここが一番ずれやすいというか、ここぐらいしかずれなかったのかなと思いますから、ちょっとここの2件申請っていうのは、やっておかないとちょっと痛い
ポイントになるかなというふうに感じてはいます。そうですね、はい、今年こう皆さんの再現答案を見ていて、まあ、時間がなくて白紙後半白紙になっている方がいらっしゃって、それはまあしょうがないとしてですね、最後まで不動産投資書き切ってる方で、ほぼ枠ずれてないんですね、申請件数も、まあ、ずれないと思うんですけど、でその枠がずれてるのが目立ったのが唯一ここなんですよ、第1欄を1件でやってしまってる。でそうするとこれってやっぱりこう他の合格答案がやってない大きなミスをこの答案だけやってるっていうことになるので、まあ、これ1件だけで致命傷になるかどうかはともかく大きなミスではありますよね。そうですね、ここはやっぱり2件でやってほしかったっていうことですね、はいはい、でそうするとですね、これさっきの話に戻るんですけど、これ2件ではやってるんですが、持ち分すごく単純に、はい、配偶者と子供3人なんで、6分の3と6分の1だろうと思うんですけど、なぜか全部4分の1、これはさっきの申請件数がずれるっていうほど大きなものではないですかね、まあ、そうですね、まあ、なんとも言えないんですけれども、まあ、レックで点数をつけているときには、まあ、その持ち赤い色になっているところに中心に、おそらく皆さんもこう採点してもらったら罰がついているような感覚はあるんだろうと思います、はい、なのでそういう形だけで見るならば枠はしっかりはまっているという言い方ができるので、先ほど見ていただいた1件で申請してしまった時よりは点数はつきやすいんだろうというのは形式上は言えるんですけども、じゃあ実態的に見てどうなのって話になった時に、まあ、この相続分の判断がしっかりできていませんねっていうところにもし着目されるとすると、まあ、まあ大きい見えてなりかねないところではあると思うんですが、逆に小倉先生はどうお考えなんですか？そうですね、私正直これ最終的な権利の取得の割合はさっきの1件でやった人って割と当たってるんですよね、はい、でこれに対してこっちの方は最終的な権利の持ち分が違っちゃってるんですよ、で次が共有者全員持ち分全部移転だったので、その誰が義務者になるかという点だけで他点数失わないことにはなったんですけれども、ただあれはやっぱり所有権全部の移転だから救われたんであって、そうでなければこのミスっていうのは結構大きなミスになったんじゃないかなというふうには思います、どこまで点数引かれるかは分からないんですけどね、やっぱり荒川先生最初おっしゃったように、誰が相続人であり相続分がいくつなのかっていうところは間違えてはいけないんだろうなというふうには思います。であと先生、これ持ち分間違えてるのみならず、その実は相続人を間違えてる人も意外といらっしゃって、この明子さんの相続人が春子さんだけではなくて、一郎さんと和子さんも明子さんの相続人、なんでこうやって考えたのかなって思うんですけどね、第2順位の血族相続人と第3順位の血族相続人を共同相続にしてるんですよ、これもしかすると司さん、まあ、お父さんですかね、はい、この元の登記名義人を基準にすると春子さんが配偶者で、で一郎さんと和子さんと明子さんが子供たちですから、でこの頭で考えると今度明子さんが亡くなった時に配偶者と兄弟って考えちゃったのかなっていう、まあ、気はするんですけどね、ちょっとこれもねどういう思考でこうなったのかよくわかんないんですけど、そうすると当然こっちもですね、はい、でこれも配偶者と兄弟だったら4分の3と4分の1で4分の1を分けるんじゃないかなと思うんですけど、なぜか綺麗に3等分しちゃってるという答案が何通か見受けられましてですね、これ両方合わせるとそこそこ大きな減点になるのかなとは思います。そうですね、まあ、やっぱりおそらく、まあ、ここでしっかり回答をかけた方がある程度いらっしゃるんだろうなっていうふうに感じるので、だとするとその方々ちゃんとかけた人たちとの差という意味だとちょっと目立つ、なるほど、まあ、ミスなのかなという気はします、まあ、ちょっとこう平たく言うと分かってないなっていう言葉が出てしまいそうな回答の作りになってしまうので、まあ、なかなかこれでしっかり点がつくでしょうねとは言いにくい状態かなと
はい、私もまさにそう思います。あの第2欄第3欄のミスに比べて第1欄のミスってまさにあの荒川先生おっしゃったようにこう見た時にえって思うんですよね、うん、あここ間違っちゃうんだっていう、あの第2欄第3欄のミスはまあしょうがないかなって思えるんですけれども、うんうん、第1欄のミスはちょっとこうあこれダメかな、ダメかなっていうのおかしいですけどね、うん、ちょっとやっぱりよく分かってないな、判断が荒いんだなっていうふうに見えてしまう、そういうミスにはなってますよね。であとですね、もう一つこういう方いらっしゃるんですよ。ほぼ合ってるんですけど、はい、その上記相続人っていう、まあ、小山春子さんですよね。でこれを書いてない、まあ、あと明子さんの亡きも書いてないっていう、うん、まあ、生きてんのかって見えちゃうんですけれども、こういう書き方の方がこれ実は結構いらっしゃいまして、あ、はい、荒川先生これどうお考えになります？そうですね、まあ、今までお話ししてきた中では、まあ、当然まあ見た目的にもこう赤い色が見えないということは、うん、まあ、一番まあ、正当に近い、まあ、回答例に近い形なので、まあ、点数としては、まあ、つきやすいのかなという印象はある、うん、まあ、棒っていう文字はまあ抜けたとしてもそんなになのかなっていう気はしますけれども、うん、ね、うん、これ登記事項と申請情報からすると全部一致していて、はい、申請情報にだけ上がってるものが抜けてるっていうだけの話ですからね、はい、まあ、あの大きなミスにはこれはならないんじゃないかと思います。そうです、ね、であと私が見た中ではちょっといらっしゃらなかったんですけれども、はい、聞いた話でこの後にこれあの小山春子さんが実際申請してるわけではなくて陛下は小塚平太さんでしたっけね、が実際には申請しているのでそこまで書いちゃったっていう人もいるんじゃないかなとは思ったんですけれども、まあ受験生の全員のものを見てるわけではないのできっといらっしゃると思うんですが、荒川先生そういう、こう過剰に書いてしまったものってどう評価しましょうか？まあ、そうですね、まあ、その内容が合ってるならば、うん、まあ、時間を使って書いて、うん、まあ、無駄なというか余計な時間をかけてしまってより丁寧に書いてしまったというふうに考えるならば、まあまあその減点というよりは、まあ、見ない、うん、採点しないという方向で捉えるんだろうなとは思いますけども、うん、まあ、こんな話も、まあ、大体この点数何点ぐらいつきますかというふうに必ずするんですけど最後の2人でどちらかがなるほどってなった時には差はつきやすい。それが例えば、うん、注意書き等で書いちゃダメだよって書かなくていいよって書いてあることを正しいんだけども書かなくていいよって言われてるのを書いちゃったと、うん、でその人会社法人等番号みたいな、ね、そうですね。でそれと同じほぼ同じでちゃんと指示通り書けていた方を最後にどちらを一人選びますかってなった時にはそこでしか差がつけられないのでやっぱり注意書きで書かなくていいって言われてるものを書いてしまったってなると、まあ、注意力という意味で少し点を引くことが、まあ、どちらかに差をつけなさいと言われれば僕ならばそこで差をつけるかなという気はしているので。なるほど、はい、なるほど、そうですね、あ、素晴らしい視点ですね。私はこれ過剰に書いた場合って実務イメージしてみると、うん、多分何にも問題なく登記終わっちゃう気がするんですよね。登記官によっては電話かかってきて過剰なものがあるから抜くぞくらいのことはあるかもしれないんですけれども、はい、まあ、法務局登記官によってはしれっとそのまんま完全に終わっちゃうっていう気がするので、まあ、点数引かれないんじゃないかなと思ったんですが、やっぱりそうですよね、その指示に従ってないということになると最後にあと1人どっちかを合格させる、うん、でほぼ似たような答案点数になっていてそこだけ差があるってなると差がつけられてしまう可能性がある、うん、まあ、だからやっぱり皆さんはそのできるだけ問題文の指示などにも忠実にやらなければいけないっていうことですよね、はい、そうですね。で、あと第一欄ですね、添付情報なんですけれども、はい、これ意外とって言っちゃいけないな、結構皆さんできてましてで間違えてるところって本当にバラバラだったんですが、あ、ちょっと書いてないか、なぜかこれですね、はい、胃が入ってる方がいらっしゃるんですよ。胃ってこれ司さんの元の配偶者なんですよね、うん、全然相続に関係ない親族ですらないんですけどね、なぜか入っちゃってる。まあこのくらいだったら問題ないですよね。であと他のところで、ちょこちょこ入れ替わったりしてるっていうのがあるかとは思うんですけれども、
添付情報全部真っ白だったらどうでしょう。そうですね。まあ、皆さん経験あると思うんですけども、レックの模擬試験なり答練で、まあ、いわゆる皆さんの言葉を使うならば枠は外れていないのに点数がつかないケースの最たるものがこの記号で聞かれた時の添付情報が、まあ、書けていない、まあ、真っ白だったりとか、あるいは、ちょっとしか書けていない時に大幅に点数を引かれていることはあると思うんですけれども、まあ、からすると今回は書いてないとちょっと点数は引かれたとしても、まあ、文句言いにくいかなというところは僕はあると思います。なるほど、はいはい、なるほど。私は何だろう、こう判断ができてることが分かれば添付情報、まあ、ほぼ真っ白だとしても点数もらえるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、ただどうなんでしょうね。これやっぱり減点されないことは絶対ないので、はい、減点された結果として点数失っちゃうっていうのはあり得るのかなということなんですよね。本当はあの判断ができてれば点数上げたいんですけどね。そうですね、はい、うん、まあ、でもやっぱりこれも差をどこでつけるかってなったら大きく差をつけられても仕方がないですもんね。はい、じゃ あの先生第2欄の方、はい、ちょっとなかなかいけないんですけれども、そうですね、第2欄ですね、これ、多いのがですね、やっぱりこれですね、これです。あ、民事大輔の、まあ、同意承諾得られているというのを書いてない、実務上これ書くんですよね、はい、で農地法の許可があった場合も登記権証明書には書いてきますもんね。そうですね、はい、で、まあ、でもこれ書いてないのは影響なさそうですかね、合否には。まあ、ここの欄をどれだけ皆さんが書けたかっていうところになると思うんですけども、うん、ほとんど書けてないんです。ですよね、まあ、私たちもこうなかなかこの登記権証明書の書き方まで突っ込んで皆さんにお伝えできてないところはあるんですが、うん、まあ、ちょっとバリエーションが多すぎるというのと、はいはい、まあ、ちょっとこれも他の先生とお話ししてたんですが、これ司法書士試験を受けた後の、まあ、どちらかというとあの認定考査対策で考えていく要件事実のところに入ってくるので、うん、今の段階であんまり突っ込んでいくのはどうなんだろうねっていう話はちょっとしてたんです、うん、そうですよね、うん、まあ、だから今回で言えばすでに、平成25年ですかね、はい、に出題されている売買契約で移転時期特約があって、うん、代金を支払ったから移転したんだっていう、はい、この流れで書ければいいかなと思うんですけれども、はい、これ結構皆さんできてます、できてると思います。あの私が見た限りではですけどね、この青い部分を除いてという意味ですね、青い部分を除いて、はい、はできてると思うので、ここは大きな差はつかないかな。そうですね、あの逆に言うとだから、かけている方が多いという印象だとすると、この青い箇所は抜けていたとしてもこう、まあ、周りの方々と同じような状況ではあるけれども、じゃあここが全く書けなかってもいいのかっていうと、やっぱりある程度はもう書ける人が増えてきているという状況だということですよね、はい、逆に言うと。そうだと思います、はい、だからまあ出たところ、まあ、結局売買ぐらいしか聞かれていないような、はい、まあ、去年は相続登記の構成でしたけれども、ね、はい、なので、まあ、その過去出た事例に関してはやっぱり対応力が上がってるんだという考え方になるのかな、うん、なるほど、あ、なるほど、そうですね、1回出てるものについては問われてもできなきゃまずいっていうことですかね、はいはい、であとですね、これじゃなかった、ちょっと段取り悪くて申し訳ないんですけれども、これちょっと僕の頭の後ろですかね、はい、ここですね家庭裁判所の許可っていうふうに考えてらっしゃる方が一定数いらっしゃいます、はい、これ結構いらっしゃるんですけれども、先生これなんでこう考えてるんですかね。結局居住用不動産かどうかっていう判断が入っていて、居住用不動産であればこういうことですよね、はいはいはい、で居住用不動産じゃないっていうのはっきり問題文の中にあったんですけれども、これあれですかね、居住用かどうかというのを意識せずに非相続人じゃないや非後見人の不動産処分するなら家庭裁判所の許可がいるんだっていう認識なんですかね、うん、これは、まあ、あの意外とこう人数がパーセンテージでいそうなのと、はい、まあ、あと論点の影響力からする
とこれで合否を分けることにはならないと私は思うんですが、荒川先生いかがですか。まあ、そうですよね、さっきの、まあ、監督人の話よりはこれを、はい、この許可がいるいらないっていう判断はもっとなんだろう、こう明示的に求めていたというか、はい、という気はするので、まあ点数としてはまあ引かれるかなという気はしますけれど、まあ、大きいかと言われれば私もそうで、そこまで大きくはない、むしろさっき時間的にもだいぶ使いましたけど、はい、第一欄でお話ししてきた内容の方が大きいかなという気はしてます。なるほど、はい、ありがとうございます。であと書いてないか、先生すいません、ちょっと書いてないんですけど、はい、皆様ごめんなさい、これ共有者全員持ち分全部移転じゃなくて所有権移転って書いてらっしゃる方がね、まあ気持ちはわかるんですけれどもいらっしゃいます。私これは点数くるんじゃないかなと個人的には思うんですけど、荒川先生いかがですか。部分的に減点されるかどうかという話ではなくてですか。どうだろう、だって点数引かれなくてもいいかなくらい思ってるんですけど、行き過ぎですか。僕これ補正されたことがあるので。なるほど、はい、個人的にはこれ僕のお話聞いていただいた方だと2人に1人ぐらい知ってると思うんですけど、はい、僕もこれを所有権移転って書いてしまう癖があって、まあ、かなり受験時代は痛い目に遭ってましたし、まあ、実際実務に出てからも所有権移転って書いて見事に補正やっているので、なるほど僕は逆にここは、まあ、書いてほしかったなというところで、気がつきにくいところではあるんですけれども、まあ、登記事項でもあるので、そうですよね、まあ、減点されても文句は言えないかなと、これはさすがに皆さん見てらっしゃる回数が多いと思うので、だから間違えないでほしいなという論点ではあります。わかりました、ありがとうございます。あとですね、じゃあ今度先生第3欄の方、はい、これね、こっちか、いっぱいいるんですね、区分地条件設定って書いちゃってる人、まあ点数引かれますかね。まあ引かればすると思います、ね、うん、であとねこれもすごい多いんですよ。 25.50m から 3.50m の間をなぜか点小数点2を切っちゃってる人、それから存続期間を252ヶ月を年数に直してる人ね、で地代年120円って書いてる人いるんですけど、これさすがに安いだろうって気がつかないかなと思うんですけどで支払い時期をですね12月末日としか書いてない人が結構いらっしゃいます。荒川先生これいかがでしょう。マイナーな論点であったことは間違いないと思いますので、そうなった場合にどう対応していくかっていう、こう対応力の話だと思うんですよね、はい、でそうなった場合に基本的には登記減証明情報がこの地条件設定契約書になるんだと考えるならば、引き写す、契約書に書いてある文言をできうる限り尊重して引き写していく方向性でまずは考えていく方がいいのかなと。でそれで、多分この後寝定登記の話で、出てくると思うんですが、先例上認められていない文言があった場合にはそれを修正するという形で、基本的にはできる限り、登記減証明情報として使った文書の表現を生かすべきだと思っているんですね、その方が考え方としては楽なので、からするとゼロを取ってしまうとか、存続期間に関してもあえて年に直すっていうことをしないでいいのかなという気はしてます、私もそう思います、はい、やっぱり当事者がその登記減証明情報である契約書で作成した文書は尊重するべきだと思うんですね、ですから明らかに法律上おかしいとか、今先生おっしゃったように先例でここはこう書きなさいというふうに修正がかかっているものは修正かけますけれども、そうでなければ契約書にある通りの文言で、記載をしていくべきだと思います。あとはどこからどこまで書くのかっていうことなんですよね、で存続期間も例えばこれ第3条別紙の7で252ヶ月とするってあるところで、本日からっていうので、平成30年5月25日からって書いてる人がいるんですね、私はこれは OK だと思うんですけれども、5月25日から252ヶ月もしくは単純に252ヶ月っていうのはどちらも正解だと思う、正解というか点数引かれないと思うんですけどね。で、地代の1平米あたり年120円の1平米あたりは落としちゃうと値段変わっちゃうので、ここは落としちゃいけないかなという。で支払い時期の書き方も
荒川先生これどうですか。私は毎年12月末日でもいいし、までに翌年分を支払うでもいいし、前払いでも、正直どれでもいいのかなという気はしてるんですけど、はい、もしその場で現場で自分が書くんだったら、はい、なるべくさっき言っていた契約書の文言を尊重するという書き方だと、まあまあ部分減点があるのを覚悟の上で書くと思います。僕もこの前払いにて支払うものとするまでもしかしたら書いてしまうかなという、うん、はい、そうですよね、はい、でそこまで書いてこれで、まあ、そのまま登記が取る可能性が結構高いと思うんですけれども、はい、だとすれば当事者間で文句ないですし、うん、法律上この記載が不適切な記載ではないと思いますので、うん、何も簡略化する必要はないかなと、まあはい、一応妥当なひな型でレックの模範解答は出来上がってはいるんですが、迷ったらこの契約書の通り書いてしまうというのが一ついいかと思うんですよね、はい、でただそれじゃいけないのがこっちだと思うんですよ。まあこれも区分って書いてらっしゃる人が結構いるんですけど、それはまあ置いといて減点はされるでしょうけれども、この債権の範囲の書き方ですよね先生、これまずいですよね。まあそうですね、これもさっきからずっとお話が出ているその全員が間違ってしまえば、うん、なるほど、もっと言うと地上権はかなり難易度が高いというか、まあ、マイナーな論点なので気がつかれた方が少ないというか、きっちり正解取り切れる方が少ないでしょうから、多少のこの裁定の幅っていうのが出ると思うんですけども、それに比べて、まあ、この裁定の範囲はかなり有名な論点なので、はいはい、ここはちゃんと書ける人との差が出やすい箇所になるのかなと、うん、なるほど、なるほど。そうするとやっぱりこれは銀行取引って書くべきだし、ね、手形債権小切手債権って書くべきですよね、はい、ここはだってブレイクスルーはじめテキストなどでもはっきりそういう書き方で出てますもんね、うん、であとこれ毎年議論になるかと思うんですけれども、債務者の本店を書いてる、はい、で問題文の指示が今回申請人については住所の記載を要しない、うん、申請人等ではないんですよね、申請人について要しないってなってたんで、まあ、書いてらっしゃる方が結構いらっしゃった、うん、でうちの模範解答は書いてないんですね。それは出題者の意図を汲み取ったっていうことなんですけれども、これは書いても書かなくてもどっちでも良さそうですかと僕も思います。ただ出題者の意図っていう言葉を、まあ、よく使うんですけれど、うん、そこの、まあ、注意書きをさっきちゃんと読んでくださいねってお話をしていながら、どのレベルまで読むのっていうお話を今していることになるんだろうと思うんですけども、だからそこで差をつけたいために本店書かなきゃいけないかどうか、申請人なのか申請人等なのかっていうところを聞きたいわけじゃないでしょうと、もっともっと大きいところがあるんだろうから、そっちから優先して着目していってくださいねっていう意味では、ここはどちらでもいいんだろうなという。なるほど、よくわかります。こう住所は本当は、まあ、住所本店というのは本当は登記事項 で、ね、で実際には書かなければいけないもの、ただこれを省略するっていうのは基本的には受験生の軽減負担のためですもんね、うん、でこの観点からすれば債務者の本店だけ書かせるっていう意味がわからない、うん、まあ、だから書かないというのが出題者の意図に沿う回答だろうと、はい、ただ問題文の注意書きを分離解釈すれば書くということになるだろう、でどちらでもいいということですかね、はい、取扱点書いてない人意外といるんですけど、これは減点ですよね、はい、そうですね、ここは気がついて書いていただきたい、逆に言うと、まあ、いい意味で差がつくところかもしれないですね。なるほど、はい、なるほど、書いてた人は点数を失わないということですね、はいはい、はい、じゃあ不動産登記ばかりではなく商業登記も、ね、はい、お願いしたいんですけれども、商業登記これが模範解答です、まあ、全部が画面に出るとは限らないんですけど、これ模範解答ですね。で、ですね、もう商業登記で間違ってるところってもう一致してます。なんといってもこれ、あ、はい、これ、はい、すいません、これです。ちょっとちっちゃい、はい、これです。監査役会の設置をですね、消極にしてるって、うん、社外監査役の判断のバリエーションが、バリエーションの回答のバリエーションがすんごいいっぱいあってですね、ただ、まあ、
20、30くらいしかまだ見てないんですけれども、その C を社外監査役でないと気づいた人が多分一番多いですね、うん、ここはそんなにブレてない、はい、で F と D と G ですね、ここについては本当に誰を社外監査役にして誰を社外にしてないかっていうのはと多分割合としてはみんな一緒くらいなんですね、うん、で荒川先生ここはどう思考するべきだったんですかね。これ難しかったと思うんですよね、うんうん、この論点を判断するのはすごく難しくて、きっちり全部もう自分の中で自信持って回答しきれた人はかなり少ないんだろうなと思いますので、うん、まあ、極端な話、まあ、今見ていただいているのは、まあ、監査役会設置会社になれるかなれないかっていう判断がずれた方もある一定数いると思うんです、うん、なので、うん、ここが何だろう、合否を握るところには逆になりにくいのかなという気が、みんなが間違えるからってことですね、はい、まあ、間違えたからとしてそれだけで一人で点数を失うわけではなく、そうですね、はい、合格レベルにある人たちが結構な割合で間違えてるから、はいはい、まあ、他で点数を失った上でここで間違うのは危険ですけれども、まあ、そうですね、はい、ここが主要なミスであったのであれば致命傷にはなりにくいんじゃないか、はいはい、ということですかね。で、そうすると連動してですね、この方はちょっと飛ばしますけれども、ここですよね。そうですね、はい、そうですね、はい、監査役会設置会社の定めの件をこちらに書いてしまっている、うん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 、第3欄にで第4欄になぜか社外監査役の選任っていうふうに、まあ、書いてある方が結構多いんですよね、うん、ただこれも検証会でも話をしたんですけど、定款の19条ですかね、人数規定が5名までなんですよ、はい、でそうすると社外監査役が足りないから、半数に満たないからっていうんで今4人いるじゃないですか、はい、で、あと2人選任しようと思ってもできない、まあ、そうですね、はい、っていう危険性があって、ちょっとこれの回答だと論理的につながらないかなという気はします。で、あと、まあ、ここを模範回答としましては、発行可能株式総数の、あ、じゃない、いや、譲渡制限の廃止が入るんですけれども、2件書いてる人もいますね。はい、あとはですね、荒川先生、こういう方が一定数いらっしゃるんです。解散してその職権で抹消されないはずの監査役設置会社の定めを継続するからというのでもう一回設置し直してらっしゃる方、うん、これ22登記入りませんので、はい、まあ罰にはなると思うんですけれども、はい、その監査役会設置を消極にするのと、するというミスと、この監査役設置会社をもう一回設置してしまうっていうのって、はい、こうちょっと判断難しいと思うんですけど、どっちの方がまずいミスに見えます？変わんないですかね、どっちも、人数からするとこっちの方が少ないんですよ、はいはい、ですからその監査役会設置を消極にしてしまうというのは割とみんなが間違えているので、はい、自分一人で点数失わないはずなんですけれども、こっちはそこまでの数いらっしゃらないんですね、一定数いるんですけど。なるほど、はい、まあ、その全体、答案全体に与える影響で考えれば、うん、さっきの監査役会の設置可能かどうかを間違えると、まあ、当然社外監査役のところにもミスが出ますし、うんうん、あとはその第3欄4欄でしたっけ、うん、そこにも影響が出るので、まあ、点数に与えるインパクトとしては、なるほど、先ほど見ていただいたものの方が大きい。逆に言うとこちらは、自由、登記すべき自由、登記の自由と登記すべき事項のところでミスが出るだけではあるので、はい、なるほど、形式的に点数をつけていくのであればこちらの方が減点度合いとしては、減点する場所は少ない。なるほど、はい、そういうことですよね。なるほど、そうですね。だって監査役全員再選し直してるわけですから、はい、そうすると役員の部分ってほとんどミスにならなくて、はい、で点数失うのはこの2つだけですよね、登記、はい、の自由と登記すべき事項、はい、なるほど。っていうことは人数が少なかったとしてもこれもそれほど致命的なミスではなさそうだと。そうですね、まあ、点数は引かれるんでしょうけれども、うん、はい、単なる、まあ、余剰記載
という考え方でいいのかなという気はしています。これ逆だと怖いですよね、はい、みんなが間違えているのがここで、はい、で、一人一人というか少ない数の方が監査役会設置を間違えて連動してその社外監査役の論点も間違えるってなると、はい、その間違いをした方っていうのはかなり危険だっていうことですね。そうですね。なので、はい、今回はその社外監査役になりうるかどうかっていうちょっと皆さんの中で あんまり見ていない論点を結構シビアに聞いているので、そこの判断が狂いやすいでしょうから結果として監査役会設置会社になれるかなれないかというところも判断がまあ分かれるだろうという前提のもとにお話をしているということなので、うん、今小木原先生がおっしゃったようにじゃあその社外監査役になるかならないかの判断が非常に簡単だったあるいは社外監査役である社外性を有しているというような状況の問題だったらかなり危なかったかなという気がします。なるほど、そうですね、そうですね、点数をどこで引かれるかっていうことと他の合格レベルにある人がどこで間違えてるかというのを両方考えないと、はい、自分の答案がどれだけ点数を失っていくのか危険なのかっていうのが分からないっていうことですね、はい、いや難しいですね、はい、で第一欄に関してはあとは大体皆さんおおむねできてます、はい、まあ、時間がなくて書けなかったんだろうなっていうのはあるんですけれども会社継続それから支配人の選任ですね取締役会の設置、役員の就任このあたりは大体皆さん間違えてないですね、はい、で聞いた話によりますと若干の方がですね、生産人の退任登記入れてるっていう、はい、話も聞いてます。ちょっと今回はここには書いてないんですけれどもこれはどうですかね。人数は少ないんですけれどもでもやっぱり登記の自由と登記すべき事項で少し違うだけで他に与える影響がない、はい、ただ本来登記事項を申請情報として記載することがないものを申請しているわけですよね、うん、からすると、うん、まあその点数がどうつくかとちょっと離れたお話をするならば今映っている監査役設置会社の定めの設定って、うん、ひな形に書いてあると思うんですこれ、はい、基本的な事例って、うん、まあ、監査役が残らないような事例からのひな形が多いと思うのでだとするとこの文言は見ている可能性があるので、はい、まあ、手が勝手に書いてしまうというようなイメージはあると思うんですが、うん、それと比べると、会社の継続をするときに清算人の退任というのがひな形にあったかっていう話になると、うん、まあ、当然ないものなので、うん、まあ、皆さんの頭の中でポンと浮かんでしまって書いてしまった書いた方はですよっていうことからすると、うん、まあ、生産人書いて、まあ、ちゃんとひな形まで、学習が進んでいた方だとこちらはケアレスミスのレベルに近いのと比べると、はい、生産人は、まあ、うん、書かないでほしかったなというところがあります、ね、なるほど、はい、これよりはちょっとミスとしては大きいじゃないかということですね、はい、なるほど、よくわかりました。では、今度ですね第2欄の方を見たいんですけれども、はい、こっちかな、これですか、あ、すいません、これですね、第2欄でのミスはこれも圧倒的にここですね、支配人の代理権消滅に気づいてないと、登記すべき事項でいいかなと思うんですけれども、支配人の代理権消滅に気がついてない人と補欠者の H が繰り上がってくる E の死亡によってっていうこの2つが圧倒的にミスとしては目立ってます。荒川先生これいかがでしょうかね。まあ書いてない、まあ、商業登記の場合ってどうしてもこの書いてない議事として書いていない事実関係として書いていないのに今回のように登記事項としてこう登場してくるものっていうのを忘れやすいので、はいはい、まあ、おそらくここのミスはある一定数出るだろうなとは思っていたんですがやっぱり出てしまったかなというところではあります。これはよく荒川先生おっしゃるサイレントキラーってやつですよね。まあ、このミスはしょうがないですよね。まあ、しょうがないですと思います。うん、特に本試験 の緊張した場のかなりこれも解いているのが最後の方だとするならば、うん、もう本当に頭の中は疲れ切った状態なので気がつかなかったとしても、まあ、責められないかなとは思うんですが、でもこの論点、その補欠取締役の就任はまあちょっと置いておいたとして支配人のこの話ってまあまあよく
年に1回2回は見てらっしゃる論点だろうっていう考え方からすると、はいはい、ある程度の方は取ってくるんじゃないかなという感覚もあるので、うん、そうですね、まあ、ちゃんと統計が取れるほどの数ではないんですけれども、多分半分まではいかないんですが4割くらいの方がこれどっちかはミスしてる、うん、で場合によっては両方ミスしてるっていう方が結構いらっしゃるんですけれども、まあ、ですからそのもしかするとここで差はつく かもしれないけれども、うんうん、だからといって致命的なミスではないかなというふうには思ってるんですけれども、そうですね、ちょっとだけ今までとトーンが変わって厳しい言い方をするかもしれないですけども、はい、さっきの監査役会設置会社の方が論点としては圧倒的に難しいと思っているので、うん、からすると監査役会設置会社をもし、まあ、その政党できていないとするとプラスここ支配人ってなると2つ重なるのはちょっときついかなという、2つ3つですか、なるほど、補欠取締役まで含めて3つの中で、うん、まあ1個あれないしは1個ですかね、その中の1個を落とすのはしょうがないとしても、うん、3つ中2つはまあセーブしておきたいなっていうのが感覚的には、まあその論点を皆さんに紹介している自分の立場だとはありますと。ただ皆さんが現状、まあ、今年受けられた方がどういう状態になったのかはもう見てみないと分からないんですが、うん、まあ、3個中3個外すのはちょっときついかなという気がします。そうですね、はい、他の人が3つ全部外してるわけではないので、うん、1人で全部3つ外してしまうと点数はそこそこ失うかな、うん、そうですね、はい、まあ、そうすると不動産登記の出来次第っていうことにはなりますかね。であとですね、あ、こっちじゃないや、その第3欄と第4欄なんですけれども、はい、こうやって書いてらっしゃる方が結構います、はい、あの発行可能株式総数の変更、あ、第3欄はですね、普通に譲渡制限の廃止ができませんっていうふうに答えていて、で第4欄で直ちに効力を生じさせるために株主総会の決議で何やるべきですか、模範回答は、まあ、発行可能株式総数の変更で、あとそれから役員任期満了退任しますからね、公開会社で、とそれからあの譲渡制限の廃止もう一回やるべきじゃないかというふうに、まあ、考えているわけですけれども、出題者の予定としてはおそらく発行可能株式総数の変更だけだろうと我々は考えているわけですね。でただ、皆さんの回答を見ると、荒川先生これ意外とあの無償割合ってもう一回やれば、4倍ルール満たすじゃないかとか、それから株式分割ってこれ厄介設置会社になってるので、いきなり株主総会でやるには定価変更もいるかと思うんですけれども、うん、株式分割でこれどうなのかなと思うんですけど、募集株式の発行ならいいんじゃないかっていうのが意外と書いてる方いらっしゃるんですね。これ私は個人的にはミスとして計算されるんじゃないかなと思ってるんですけれども、荒川先生いかがお考えですか。そうですね、やっぱりこの問いの4って、はい、今まで聞かれたことがないタイプの出題だろうと思うんですね、はい、なのでどう答えていいかよく分からなかったっていう方がいらっしゃると思うんです。さらにその中で問題文の中で、まあ私たちもこうどう取り扱っていいかっていうのが法令遵守の観点も踏まえ、その決議すべき事項をって決議すべき議案をって書いてあるので、これをどう皆さんが捉えたかなんだろうなというところで、まあ確かに結果として4倍ルールに反する状態を解消すればいいんだからということで、まあ自由にある程度発想いただいた方がこの赤い文字に書いてある、まあその発行済みを増やしていくというイメージですよね、うん、はい、だったんですが、まあ、今言ったように先生、小木原先生がおっしゃったように、まあ、そこまで積極的にこう事態を変えていくっていうのがあんまり方向性としてないのかなという、うん、これもあくまで感覚ですかね、うん、私たちの。そうですね、私個人的にはこれ3つってどれも発行済み株式総数を増やすことじゃないですか、うん、で4倍ルールの縛りがかかってるからどうするかっていう時に、発行済みを増やすっていう観点って通常会社にはないと思うんですよ、うん、で会社がその株式の数を増やすっていうのは、その株式の数を増やす理由があって、議決権の数を増やす、もしくは資本
調達をしたいとか、一株当たりの純資産額を下げたいとか、そういう動機でもって発行済みって増えていくのであって、その4倍ルールを守るために法令遵守の観点から発行済みを増やすっていう感覚って多分通常の会社運営ではないと思うんですね、はい、でその観点からするとやはり今回そのまず最初に念頭に置かれるべきは定款変更だけで効力生じますんで可能数の減少変更なのかなというふうに思っているんです、うん、で無償割当にしろ株式分割にしろこれこの会社だと定款変更をした上でないとできないじゃないですか。それから募集株式の発行ってこれ前にこの講義の前に荒川先生おっしゃってたんですけれども直ちに効力生じないよねっていう話でやっぱりこの3つはここに書くべきではないんじゃないかなという、うん、ちょっと皆さんには厳しいかとは思うんですけれども、まあそうですよね、まあ、今こうお話をしていてやっぱり思うのがこの赤い文字で書かれている、うん、まあ、その株式の数が増えるという方向性ってまあ総会決議を経ているので株主の了解を得ているという立て付けなんでしょうけれども、でも、まあ、会社の、まあ、状態をまあ、正しい形にするのに株主のに勝手にという言い方をあえてしちゃうと勝手に会社の都合で株式の数を増やしに行く行為と、うん、発行可能株式総数の変更であれば自分の会社の自分の会社の状態だけを変えるので、うん、まあ、どちらが影響範囲が少ないかっていう考え方をしてもから下からこそこの青い分発行可能株式総数を変更するんだという考え方に、まあ、おそらく私たちはそういうベースのもとに話をしているんだろうなというふうにちょっと心の中を考えてみたんですけども、うん、そうですよね、はい、で我々としてはそれでいいと思うし、うん、正解はやっぱりこれだし多くの受験生の方がやっぱり発行可能株式総数の変更ってやってるんですけれども、その今後の受験生に対するアドバイスとして、うん、なんかざっくりした方向性でもいいんですけど私ちょっと思いつかないんですが、荒川先生これ何かアドバイスってできますか。そうですね、こういうふうに考えないよっていう時に今私が言ったような会社の基本的なスタンスとしてこういうふうに普通考えるはずだっていうのは実務やってる我々の感覚からするとあると思うんですけど、はい、受験生にその感覚を求めるのは酷じゃないかとは思うんですね、うん、ですね、でその時にやっぱり これらじゃなくて発行可能株式総数の変更っていうふうに書いてほしいんですが、まあそうですね、あとちょっとレックの模範回答としても、はい、プラスアルファで書いてもいいよって言っている役員の変更の話があると思うんですけども、はいはい、この模範回答を見ていっていただくと、まあ、この第3欄で、まあ、その4倍ルールに反しているからダメだよっていう答えを聞いている、うん、そうすると同じ答えを何度も聞くはずがないって考えると第4欄では、まあ、それに伴って何かでさらにここで、法令遵守の観点を踏まえてなっていると、まあ、もしかしたらその役員の任期満了っていうのが公開会社化することで発生するのでそこに気づいてほしかったっていうことを実は言いたかったのかもしれないんですね。なるほど、だから、まあ、そっちを書いてほしかってした、まあ、出し方としてこの出し方は初めてに近いと思うので、うん、こうしたったらずな聞き方になった可能性もありますよね。だから一つはその、まあ、でもね議案直ちにその事項の効力を生じさせようとするときなので、まあ、方向性としてはその4倍ルールに反した状態を解消するっていうところがまず最初に、まず具体的に何ができるのかということなんでしょうけれども、うん、なるほど、役員変更のとこにも気がついていっていただきたかったし、うん、かけたらなんか逆に採点者側がおおって思いそうな、よくそこまで言ってくれましたっていう気もして、まあ、それを踏まえて方針ですよね、うん、どうでしょうか。まあ今荒川先生おっしゃったその直ちにっていうところってやっぱり一つポイントなのかなと思うんですけれども、うん、直ちにってなると株主総会決議だけでもう他何もなしで素直に効力が生じるってなると一番シンプルなのってこれなんですよね、うん、発行可能株式の総数であり、でそれ以外ですと無償割当だとその、まあ、まず定款で株主総会に権限を与えた上で無償割当して株式与えていかなきゃいけない、株式分割なら基準日の報告しなきゃいけないし募集株式の発行もっと大変ですもんね、うん、と直ちにってやっぱり言えるっていうのがこれなのかな、うん、でその繰り返しになるっ
ていうところ荒川先生今おっしゃったんですけど、第3欄で書いているからこの4倍ルールで可能数で同じものをここで聞くはずがないって思っちゃって、うん、この発行可能株式総数の変更を書かなかったっていう人がそのこれじゃないものを書いた人の思考パターンなんですかね、うん、今気がついたんですけれども、なるほどね、そうか、じゃあこういう場合にはやっぱりその直ちにっていうすごく法律用語としても厳しいですよね、直ちにっていうのは、はい、その遅滞なくですとか相当の時期によりも本当に直ちにっていうのが一番厳しい要件なわけですから、そこに着目をすると一番シンプルにいけるものを選択しなければいけない、それは第3欄と重なっていたとしても勇気を持って選択しなきゃいけないっていう方向性でアドバイスになりますか。そうですね、現状だとそういう方向性しかちょっと整理のしようがないし、うん、まあ、だからこの第4欄ではそんなに、まあ、あの皆さんが思って、まあ、すごく何を書いていいか分からなかったので分からなかった方が多いでしょうから、うん、印象にすごく残る回答欄ではあると思うんですけれども、まあ、ちょっと一歩離れるとこれだけ私たちが話してても一定の方向性を示すことが現状まだ難しいということは、うん、まあ、そんなにこう点数に点数というか、うん、まあ、その合否の方向性をここが決めるんだっていうことにはなりにくいのかなと、うん、他にもうちょっと方向性を決める場所はいろいろあったと思うので、そうですよね、うん、はい、勝負はここじゃなかった なるほどというような形で、はい、まあ、皆さん、検討していただければというふうに思うんですけれども、荒川先生、はい、何か最後に付け加えることございますか。そうですね、まあ、今回の問題ってこう、まあ、何人かの方に聞いたらこうなんかこう、あ、これが聞きたくて出したんでしょっていうのがなんかまあ目玉っていうんですかね、はい、がなんかないような感じで、不動産登記も商業登記もなんか、あ、これでいいのかな、こんなのでいいのかなっていう形で、過ぎちゃいましたっていう方が、まあ、いたんですし、私もちょっとそういう印象を解いた時に覚えたので、まあ、そういうふうに感じている方がある程度いらっしゃるであろうっていうことはまあお伝えをしておきたいですし、まあ、それも踏まえて、ですから、まあ、点数の動向今後どんどんあの皆さんの声が聞こえてきて方向性見えてくるとは思うんですが、まあ、現時点だとまあいつもよりは若干簡単ですかね。そうですね、問題そのものとしては論点は典型論点で、うん、何年か経った時にあああの年あれが出た年ねっていうトピックになるような論点はまああんまりなかったのかなっていう気はします、はい、でじゃあこういう問題、まあ、問題の論点としては奇をてらった 論点ではないんだけれども、そのちゃんと解かないと点数にならないっていうものをどうやって皆さんが、攻略するか、来年この傾向が続くかどうか分かりませんけれども、うん、こういう問題だとして攻略するかっていうのはやっぱり当連受けてねっていうことですか、ね、まあ、まあそうですかね、あのなので比較的まあ、あの書きにくい論点はありましたよ、うん、あったんですけれども地上権とかね、そうそう、例えば実務的な知識を持っていないと太刀打ちできないような出題がされたのかというとそうじゃない、うん、まあ、予備校を中心に学習していただくので十分対応可能な出題だったなという、それが、まあ、あんまり難いつもに比べて飛び抜けて難しい問題ではなかったですよねという印象を得たのはそこだと思いますので、はいはい、まあ、今まで続けられてきた学習の方針で大幅に方向転換しなければいけないということでは ありますよ、この今映っている第4欄とか、うん、さっき出た登記原因証明情報とかいろいろこう足りないのかなと思うようなところもありつつも、でも今までの学習の方向性で十分対応可能でお釣りが来るような、問題だったという気はします。なのでこのまま皆さんが今まで、続けてきていただいた方向性で進んでいただいていいだろうと現時点では思ってます。私もそう思います。はい、ではですね、今回の講義以上で終了したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。